こんばんは。あ、よかった。よかった。なんかさ、さっきおかしかったよね。なんかおかしかった、さっき。再開ボタン押したのに、再開されなくて、こっちの画面。おかしかったよね。携帯変えました。いや、私の配信の問題だった。こんばんは。追い出された。ごめん。私の操作で多分追い出しちゃった、みんなのこと。よかったです。そう、これさ、ゆるいけんさ、携帯がね、こっちの iPhone の方がいいんですよね。そうなんや。変えれるかな、一瞬。ちょっと一瞬さ、切れる。これで安定です、スタンドが。ただいま。明日は午前中に岡山でアールフェスがあって、その後お話し会があります。4時間目と5時間目です。お話し会待ってます。306、ねえ、見てたよ、新幹線の中で。ちょうど、うん、点数が入っていくたびにふわーってなりながら、そう、タイムラインで追ってた。ずっとドライヤー問題解決した。そう、お母さんが実家から持ってきてくれて、それを持って東京に行き、また帰れます。よろしくね。お話し会した。お、アールフェス楽しみにしてるね。楽しみにしてて、また明日ね。私も楽しみ。ねえ、ハーディーすぎる、マジで。ハードスケジュールや。そう、サムレ買ったの。今日もアルフェス、下見送ってくれたの見たよ。めっちゃたくさんの人がいた。楽しみ、めっちゃした。あ、お仕事頑張ってね。お社畜。そうね、岡山、広島で、お話が終わって、東京ですね。また戻ります。そう、ミクさん。そう、今日ね、あれですね。今日の僕隊公演で発表が、告知があったんですけど、クラブミクサを東京で定期ライブを開催することが決定しました。イエーイ。なんかね、公演っていうよりかは、どっちかというと定期ライブっていう言い方になるかも。公演ではないかもしれない。公演もするかな？どうなんだろう？なんかね、まだ、どんな風になっていくかは、これからの、ちょっと今後の詳細が出て、き次第って感じにはなるんですけど、なんかいろいろ X とか見てても、そう、劇場っていう書き方がね、X の告知のところでもあるから、劇場、そう、専用劇場が東京にできたって結構思ってる方多いんですけど、ってわけではないんですよ。皆さん。そう、劇場ではないです。あれは、私たちの専用劇場が東京にできたってわけじゃなくて、私、劇場っていう名前になったわけでもなくって、あれは。クラブミクサーっていう場所
があって、そこが、そう、そこで、その定期的に公演っていうかライブとか公演をさせてもらうことが決定したから、じゃあ、まあ東京劇場っていう名前をつけてやりましょうか、みたいな感じですよね。それがね、結構そう、見てても専用劇場って思ってる方も結構たくさんいるのかなって感覚があったので、劇場って受け取らないよっていうのはね、そう、クラブミクサで定期的に関東でもライブしていきますよっていうお知らせですね。で、まあいろんなこれまでにないようなライブもきっとねやっていくと思うし、もしかしたら今やってる僕隊、今日もミクサクラブミクサで僕隊あったので僕隊公演もあったりするし、多分ねステージの規模的に16人とかは立てないんですよ。だから花垂れとかは難しいんじゃないかなと思うんですけど、立てた8人とかなのかな。だからそんぐらいの規模感で、もしかしたらカカツとかもねやるかもしんないし、クラブミクサで、そう、ユニットねとかもやっていくかもしれないし、これからきっといろんな情報が出てくると思うので、楽しみにしてたもらえたらなと思います。私なかなかない機会なので、これをいい、このチャンスで、よりねこれまでスティーフォーテートのこと見に公演とかライブ見に来たことない人とかもしっかりこう巻き込みながら、いろんな人に知ってもらえるように頑張ろうと思うので、楽しみにしててください。で、広島のこれまでやってる広島での公演とか、瀬戸内の公演も内での公演もね変わらずに両方で行っていくと思うので、そこがねこうどっちかがどっちかにってならないようには、でも私もしたいなっていう気持ちがめちゃくちゃあるので、よりたくさんの人に知ってもらおうっていう施策の一つとしてね、なんか一緒に楽しんでもらえたらなと思います。本当にそうだね、場数もねもしかしたら増えるかもしれないしね、いっぱい公演数も増えたらいいな。でもそれきっかけで公演数増えたら嬉しいですね。公演数増えたらすごい嬉しい。そうだね、広島のゲバントとかクワトロみたいな感覚です。その感覚。こんばんは。お、明日行くよ。ありがとう、アルフェス。待ってます。ね。出演数とか、公演数増えたらいいね。こんばんは。あ、12月の大阪の話からさ、間違えてきた。ありがとう。そうだね。そっちね、今度岡山であるけどね、確かに。まあでもいつから始まるとかはまだね
これからかな。うん、これからこれからお知らせしていくので楽しみに待っててください。アールフェス上手か下手かどっちがおすすめある？どっちかな。どっちかな。待って、私どっちにいるっけな。明日の曲を思い返す割とどっちも行くかも。明日はどっちも行くかもしれん。同じぐらい。強いて言うなら下手かなって感じですね。どっちも行くよ。でもそう、もうローマ場の広告も見れてよかった。そう、そう、そうなの。今日ラストであと15分後かな。15分したらもう広告期間終わっちゃうんですけど、ギリギリよかった。広島帰ってこれて本当に。ちょうどね、広告掲載始まりだしたぐらいのタイミングで東京行っちゃったから、そう、見れなかったんですよね。よかったです。あとホテルのさ、メールで寝苦しいっていうメール送ったじゃん寝苦しいメール送ったじゃん。あれさ、いや、部屋になんかおるんかなと思って。そう、なんかで、お母さんとさっきまで電話してたんですよ。でお母さんに、そのなんかお母さんそういうの結構調べ、なんか風水みたいなのが結構好きな人で、お母さんね、実家とか今の家とかも結構そのお母さんが、あのこれはこうの方がいいよみたいな、あの東枕がいいよとか、窓側に頭向けな方がいいよとか、いろいろこうがいいよって、方位とかを、ね、調べてやってくれたりしたんです、教えてくれたりするんですけど、話電話で言ったんですよ。たらどんな感じって言われて、どんな形、方角で向いて寝てるのって言われて、だってさ、方角まで調べてないからないし、もう広島戻ってきてたから、いや方角わからんのよねって言ったら、ちょっと間取り教えてって言われて、間取り全部教えたんですよ口頭でそう、そしたらその窓、頭の後頭部のここが窓なんですよ。窓に向いて寝てて、今そのマンスリーマンション、たら窓に向いて寝るのは良くないよって言って、窓に向いちゃいけないって。なんか窓、頭が窓はあれらしい、そう、落ち着かんらしくって、あとじゃけん逆向きの方がいいかもねってなって、だったらあの通路が頭側になんか通路が来るのも良くないんだって。吹き抜けの通路みたいなのが頭側に来るのも良くないらしくって、そう、じゃけんそれでいろいろ間取り話して頭のだけなんか横とかだったらいいよ多分。ここに窓があっちゃいけん、ここに頭がまずぐついてる。下によるんかな。そう。
いや、分からんけど、頭が窓は、なんか、寝苦しくなりやすいらしい。やけん、東京帰って逆向きで寝てみようかなって今ちょっと思ってます。それか霊か。それか幽霊か。ですよ。いや、だってさやかりんさんも悪夢見たって今日言ってたんです。今日で昨日の夜、一昨日もちょっと寝つき悪くって、初めてマンション泊まって一昨日もちょっと寝つき悪くって、昨日の夜がめっちゃ、ね、寝つき悪かったんですよ。眠れなくって、あ、眠れないわと思って、こんなに疲れてるのにこんなに疲れてるのにと思って思うけど眠れないんですよ。こんなに眠たいはずなのにって思うけど眠れなくって、でさやかりんさんに今日の朝言ったら、私も悪夢を見たって幽霊だって。舞台のなんかな、考えるんかな。でも最近寝る前にずっとで練習してる台本読んで、それで考えるんかな、頭の中で。それが頭の中にずっと残っとるけんさ、脳が活性化されとんかな。ずっとね、台本読んだりしてるの、寝る前に。たり、声出したり、なんかしてる。してて、あ、やばい、もうこんな時間じゃけん、寝んといけんっつってベッドに入ってる。脳が活性化してるんかな。あ、ちなみに頭が窓に向いてると窓から冷気が騒んで月が悪くなったし、あ、やっぱでもあるんだ、窓が良くないの。でも不安とか緊張はないんですよ、気持ち的には。そんなに今不安な気持ちも緊張な気持ちもそんなにないんだけど。え、霊でも、でも幽霊だったらさ、確証持てんじゃん。幽霊、絶対幽霊って。幽霊だって見えないもん。でもこれでなんか急に人がいないのに足音が聞こえたとかちょっと追加情報があったら、ちょっとこれはちょっとね、あれだけど、ちょっと確信めいてくるけど、例の確信めいてくるけど、今のところ寝れないだけなので。私寝る前に覚えるタイプなんですよ。そう、寝る前じゃないとね、頭に入らないの。でも霊は私見たことないです。霊感ない、多分私鈍感です。え、だけん昨日は寝れんくって、もう目つむってってても目つむりながら右こうやって右向いて、ああ寝れない、次左向いて、ああ寝れない、じゃあちょっと真上向いて、ああ寝れない、うつ伏せになろうかな、ああ寝れない、うーんってやってたらいつの間にか寝てましたそう、寝れなかったですよ。そう、え、そう、私睡眠学習タイプで、そう、寝てる間に頭を整理して、振りも歌も全部寝る前に覚えるタイプ。こんばんは。塩塩持ってっとこうかな。金縛りってどんなんなんだろう。そういうことするとやけ、あ、そういうこと、あ、こうやってこうやってするけん寝れんのか。もうじーっとじーっとしてたらいいのか幽体離脱、まるで体の中から
まるで自分の体から抜けて出ていくようなそんな感覚を、なんだっけ、体験したことありますか？え、サンキちゃんの MV めっちゃ良かった。見た？みんな幽体離脱と金縛りね、めっちゃ良かった。あれ、幽体離脱は別世界。え、ちょっとじゃあ久しぶりに幽体離脱と2例歌って終わろうかな配信。ちょっと幽体離脱と2例歌おう。じゃあもうね、東京期間が始まったら、わあ、なかなかカラオケ配信はできない。そう、あれめっちゃいいよね。私もいいな、かわいい、かわいかった。みんながみんなかわいい、本当にサンキちゃんみんなかわいかった。うん、幽体離脱した経験ありますか？幽体離脱、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習次第でできるようになるの知ってました？昨日見た夢、その真っ白さも、どんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、もどかしさって妙にイライラしてくるよね。必死な私が抜け出して、客観的に私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、金縛りとは全然違うよ。寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに、私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰？舞台離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、軸のような軸が重なってしまったのか、それを見てる三人目の私。声もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのに、気持ちと何かが合ってない、口の動きがシンクロしないアニメ。それじゃ魂抜け出して、何ができるかっていうと、実は声出せないルール。その代わりふわふわと宙に浮かんだりして、頭の上から見下ろしていられる。幻覚だって人は言うけれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。狭すぎた今での知識、幽体離脱は訓練次第、好きな時いつでも抜け出せるよ。過去と現在と未来がねじ曲がった瞬間、どこにもいない私がいる。嫌なことってのはなくならないし、そう振り回されるだけだから、その場から気づかれないように、意識だけ抜け出そう。金縛りとは全然違うよ。寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに、私何も気づいてない。じゃあここにいる私はダメ。幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、
地区のような時区が重なってしまったのか。それを見てるさ、人目の私、仲良くやろう。あ、やばい、ニレ、ニレ歌えるかな、急げ、ニレニレ、ニレ57分だ、ニレ、ニレ。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気の二目の木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな格好悪くてもいいじゃないか。離れたくはないと言ってたのに、目と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの二連の木の下で君を見送ろう。団長呼びます。13位カギ、37、32位メイルくん、11位ディオさん、10位ゆずきちさん、9位ヌッシーさん、8位ヒロさん、7位ポルダーグリさん、6位モリモリさん、5位タクワンさん、4位ヨータンさん、3位シンゴさん、2位ナポリーさん、そして1位はズルルルルルルルバンコウスケさん、ありがとうおやすみなさい。明日は岡山で R フェス、そしてオンラインお話し会です。バイバーイバイバーイ。みたいよ、僕たちの物語は譲りたくない。それでもせっかくのスタートを無駄にするなよ。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。